こんにちは、ウェザーニュースの眞家泉です。本日9月26日火曜日の全国の天気をお伝えします。沖縄は日差しがあっても急な雨にご注意ください。西日本は日差しが届くところが多くなりますが、九州の南部をはじめとする太平洋側の地域、こちらでは雨の可能性がありますので、お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東日本も晴れのアイコンずらっと並びました。こちらも日差しが届いて穏やかな秋晴れとなりそうです。ただ関東エリアや静岡県、山梨県など内陸の地域に関しては急な雨が心配ですので、天気の変化に注意が必要です。こちらの地域、水曜日以降天気が崩れるところが多いので、今日の日差しを有効にお使いください。北日本も穏やかな秋晴れが続きます。日差しが届いてカラッとした暑さになりそうですね。ただ夜は昼間に比べてひんやりとするところが多くなります。体調の管理に気をつけて、服装などで上手に調節をしながらお過ごしください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。それでは午後も頑張っていきましょう。